苦労だったな、ユキヒラ。行く、いつもの説教モードね。神。あれれ、怒んないの？お咎めなし？俺でも同じことをしただろう。たくみくん。まあ、とにかくめでたい夜だからよ。おめえらも食ってけ。大変な勝負を終えた直後とはいえ、大9席に直撃で圧勝ってよ、うん、ってことは大10席のナキリちゃんにだって勝てる可能性も。ふざけないで、無礼な。いや、あの直撃、お題提供したのは俺だったし、 A さん先輩は途中からメニューを考えてあそこまでの品を作り上げたし、近いうちちゃんと同じ条件で勝負しては。納得いってないのね。ふん、分かるぞユキヒラ。イスキ先輩、今までどこ行ってたんですか。すまない、みんな。仮にも僕は十傑メンバーだからね。っていうか、イスキ先輩裏切ったのかと思ってた。そんなわけないじゃないか。僕がどれだけ極星寮を愛しているか君たちは分かってくれてなかったのかい。ありがとう、相馬君、僕らの家を救ってくれて。いや、礼なんていいっすよ。じゃあ、堅苦しい話はこれぐらいにして、今宵は心ゆくまで楽しもう。なに、裸エプロン？裸でエプロン？なんで下劣なの？見ちゃダメです、ダメだ。はい、はい、一体どうなっているのでしょう、この寮の連中は。裸エプロンを平然と受け入れるの？ラキー君、アラト君、君たちもこっちへおいでよ。服を着てください。大丈夫、